おはようございます。熊本城マラソン当日です。今は雨少し止みまして、このまま持ってくれるといいなと思います。ウェアにアスリートビブスもバッチリつけて準備は万端です。やれることはやってきました。行ってきます。本格的な練習開始から2ヶ月、ついにスタートに立ちました。ランナーが一堂に集まる圧巻の光景に心も躍ります。そしてNEM3年ぶりの号砲。前方のエリアから次々とランナーが飛び出しますが、後方の私はというと、フルマラソンスタートから3分が経ちました。私はまだスタートエリアにいます。皆さんも今か今かとスタートのその時を待っていらっしゃいます。頑張りましょう。そして10分後、ようやくスタートを切れました。花火さん、花火さん、初めての 42.195キロの旅が始まりました。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。優しい皆さん、ありがとうございます。途切れのない声援で本当に元気をいただきました。ということで私も頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。すごい。熊日30キロの選手を応援。ちなみにその様子は中継でもバッチリ捉えられていました。ここです。その後も順調に15キロ地点を通過。するとそこにいたのは、家族の応援で元気をチャージ。想定より速いペースで20キロに。実はこれ以上走ったことないんです。この先は未知の世界です。風が強い。頑張ります。そんな私を待ち受けていたのがコースにある難所。ここから地獄の熊本高専。往復5キロにも及ぶ単調な直線コース。第五関門の出入り。反対側のコースには多くのランナーがリタイアするという第五関門も、何としてもクリアしたい気持ちが湧きました。至高の太鼓ですよ。道中は様々な応援イベントのおかげで単調なコースも楽しく走れましたよ。第五関門来ました。ありがとうございます。関門手前には番組を見て応援に駆けつけてくれた女の子が。頑張ってください。ありがとうございます。ちょっとホッとしてます。不安なことは足痛い、膝と足首ちょっと歩きます、はい、ここで走れなくなってしまったのですが、歩くぞ、はい、ファイト、やったイチゴ、大好きなイチゴでエネルギー補給。めちゃめちゃ美味しい。よし、走り出すぞ。はい、初マラソンですか。初。初マラソンです。すごい。何回目ですか、はい、お父さん。お父さん背中に書いてるけどね、170回目。え、なになに。マラソンの大先輩にも出会いました。感想のコツを教えてください。もう自分のペースで走ることですね。自分のペースで。そうそう、自分のペースで。マイペース。この言葉が私の足を前に進めます。残り10キロを切ったところで続々と嬉しい応援が。探したもん、めっちゃ。ありがとう、ありがとう。高校時代からの大親友。生年月日が全く一緒なんです。あー、先輩。頑張れ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 頑張
そしていよいよ心臓破りの坂、来ました。これが長かったんですよね、ロケで走った時。厳しい坂も登りきり、見えるか、二の丸広場へ。フルマラソン完走、やりました。記録は5時間43分34秒、目標をはるかに超える好タイム。予想の何倍も楽しかったです。今足きついですけど、まだ頑張れたかも。来年走ります？